衆議院で選挙後初めての憲法審査会が行われました先月の総選挙では与党が再び3分の2の議席を確保しました憲法改正を公約に掲げた自民党は積極姿勢ですが議席を減らした公明党には冷めた空気が漂っています一方維新は自民党案に教育無償化が明記されないことに反発 ご権職が強い野党第一党立憲の動向も無視できず会見への温度差は広がったままです中継ですはい、今日の憲法審査会は選挙前に実施された海外視察の報告でした具体的な協議には入らず、そろりとした再スタートとなりました従来 というのも自民党がまだ改正案を示せていないためです年内の取りまとめを目指していましたが9条への自衛隊明記でも戦力を保持しないことをうたった2項を残すかどうかで党内の意見は割れたままですさらに公明党は9条だけでなく憲法改正自体に慎重ですある議員は憲法改正は東京オリンピックのあとだと漏らし先送りにしたい考えです一方 野党第一党の立憲は総理の解散権の制約を持ち出すなど議論を拡散させて自民党の動きを牽制しています自民党幹部は無理に与党で押し切って発議すれば国民投票でつまずきかねないとしていて当初のスピード感とはかけ離れた状況となっています